鷹之助の声株ラジオ。こんにちは、歌舞伎俳優の中村鷹之助でございます。最終回となる本日は趣向を変えて、セリフを噛まずに言えるかな早口15秒チャレンジということで、声株の告知に挑戦いたします。お題はこちら、一度ゆっくり読んでみますね。豪華声優陣12名による声の歌舞伎、声株、朗読で楽しむ歌舞伎、雪の夜道編、10月7日から9日まで草月ホールで上演いたします。演目は時代物屈指の名作かなて本忠臣蔵と、木阿弥の流麗なセリフが光る雪の夕べ入谷のあぜ道の2本立て。チケットは各プレイガイドで好評発売中。皆様のお越しを心よりお待ちしております。思ったより長いですね。これ15秒で言わなきゃいけないという、大変ですね。少し練習させてください。豪華声優陣12名より声の歌舞伎、声株、朗読で楽しむ歌舞伎、雪の夜道編、10月7日から9日まで草月ホールで上演いたします。演目は時代物屈指の名作かなて本忠臣蔵と、木阿弥の流麗なセリフが光る雪の夕べ入谷のあぜ道、ここが難しいですね、の2本立て。チケットは各プレイガイドで好評発売中。皆様のお越しを心よりお待ちしております。まあやってみましょう。では本番お願いします。豪華声優陣12名による声の歌舞伎、声株、朗読で楽しむ歌舞伎、雪の夜道編、10月7日から9日まで草月ホールで上演いたします。演目は時代物屈指の名作かなて本忠臣蔵と、木阿弥の流麗なセリフが光る雪の夕べ入谷のあぜ道の2本立て。チケットは各プレイガイドで好評発売中。皆様のお越しを心よりお待ちしております。どうだ、やった、行きました、ありがとうございます。若干ちょっと甘味はしましたが、まあ許容していただきましょう。いやでも難しいですね。やはり声優の方々はあれだけの膨大なセリフをあれだけ綺麗に言える、やはり素晴らしいですね。いやぜひいろいろと、アフタートークの際に早口のコツなども伺ってみたいと思います。お名残はつきませんが、そろそろお時間のようでございます。声株ラジオにお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。それでは皆様、会場でお会いいたしましょう。アンバサダーの中村鷹之助がお送りいたしました。